こんにちは、熱アンナと言います。4月の24日にラマダンの断食を1日だけ体験することになりました。よろしくお願いします。で、挑戦することになった理由なんですけど、僕はもともと結構ムスリムというかイスラム教の文化に興味あったんですけど、私の友達でその健康のために断食をするっていうことをやってる子が前にいて、その子の話を聞くと、お昼前から夕方か、まあ夜ぐらいまで、8時間食べて、その後は何も食べないっていう、8時間食べる時間と16時間の何も食べない時間っていうのを、ずっと続けてた子がいるんですけど、で最初はどうしてそんな大変なことを30日間もするんだろうっていう驚きが強かったんですね。まあ、その子の話を聞いたらすごいなんかすっきりするし、なんか自分の中で、まあ、食べるっていうことのありがたさも分かるしっていう、その健康状態も良くなるし、心の面でもすごい良くなるっていうのを聞いたので、まあ、そういう効果も1日だけなんですけど、どのように挑戦するかなんですけど、朝の3時44分かなの前にスフールっていう、夜明け前に最後のご飯を食べれる時間があって、夕方の6時38分ぐらいにイフタールっていう、まあ、断食終わって日が沈んだ時に食べるご飯の時間があるので、耐えてみたいと思います。体験できたらなっていうふうに思ってます。今朝8時の段階での感想なんですけど、今のところは大丈夫そう。このままだと、まあ、辛い、後半辛いと思うので、とりあえず一回もう少し寝て様子を見てみようかなと思います。こてつです。4月の24日ラマダン始まってます。はい、お腹の調子は全然まだ空いてないですね。その夜中の3時半にたくさん食べた効果が出ていて、まだ余裕って感じです。そしてもう12時ってことで、あと6時間ちょいで日没なのでいけるんじゃないかなと。今日はちょっと健康のために水はちょっと飲むようにしてます。で、水以外は、何も食べたりも飲んだりもしないっていう風にしてるんですけど、まあそういう感じでやっていきたいと思います。お昼の1時ぐらいなんですけど、今コロナウイルスのせいで自主隔離期間を取ってるので、なんかやっぱお腹は空いてきていて、少し空腹感があってちょっと気持ち悪いなっていうのがあります。でもまだ耐えられるレベルではあるのかなって思うので、その本当にそれこそ5時台とか終わりに近づいてきてるあたりが不安になったりします。現在2時を回って、バイト先の英会話教室に着きました。今から 2、3時間ぐらい働くんですけど、まだお腹は余裕ですね。ただいま2時半ちょい過ぎくらいの時間です。なんかちょっとネットとかスマートフォンいじってる時にご飯の映像とか画像とかが見えたりすると、すごいお腹が減ってきて苦しいなって気持ちになります。大体5時前ぐらいです。さっきも言ったように予定がないので、家で過ごしてるんですけど、お腹は普通に空いています。だいぶお腹は空いてきてちょっとしんどい感じです。ずっとちょっとやる気の出ない状態、家で今研究をしてるので、なんか論文を読もうかなと思ってたんですけど、論文を読んでる途中に寝ちゃいました。その英会話の先生として授業するんですけども、特に支障もなく、まあ、途中でお腹空いたなとは思いましたけど、普段通り仕事できました。やろうと思えばできるんだなと思いました。辛いんですけど、ご飯食べれないから。他の人が断食に挑戦している YouTube のビデオを見た時に、その我慢することが大切だ、まあこの辛い我慢を乗り越えた先に何か感じれることがあるのかなと思って、あと2時間半、1時間半かな、ゆっくり過ごしてもう少しだけ頑張りたいと思います。で、今が6時45分、イフタールの時間が始まって1日ラマダンが終了しました。食べれる時間になりました。夜ご飯も美味しくいただきました。思ったより大丈夫だった。丸一日何も食べれない、何も飲めないってわけじゃなくて、もちろんその日の出前と日の入り後にご飯が食べられるんで、で、まあ、全体を通して感じたこととしては、やっぱ水を飲まないっていうのが、若干違和感感じましたね。意外と水分補給ってなんだろう、意識せずに無意識的にやってるんで、なんとなく水飲もうかなって手伸ばして、あ、今日水飲んだらあかんわと思ったりして、
でも実際は半日ぐらい水飲まなくても全然生きていきました。そのさっきイフタールの時間のご飯を食べている時に思ったことは、やっぱりいつもよりご飯が美味しく感じられるなっていう風に思いました。まあ私日本人なので、毎回ご飯食べる時に、ご飯食べる前にいただきます、食べた後にごちそうさまでしたっていう風に言って、感謝の気持ちみたいな、いわゆる儀式みたいなものはしてるんですけど、今日はなんかそのいただきます、ごちそうさまっていう時、いつもよりなんか心を込めて言えたなっていう風にも感じたし、ご飯もやっぱりいつもより美味しさだとかありがたみがもっと感じれた、すごく私の体にとって大切なものなんだなっていうのがいつもより強く実感できたかなっていう風に思います。でやっぱり今は何時から何時まで食べないっていう風に自分で決めれるっていう環境の中でやったから、まだまあ先が見える、まあ、断食っていう形でやってたんですけど、やっぱりこれで食べ物が今ない状態、何か災害とか、大変な状況にいる中でやっぱり食べるものがないっていうのの不安感っていうのは、先が、しかもそれの先が見えないっていうのはやっぱり大変なことなんじゃないかなっていうのを感じました。だからやっぱり食事の大切さっていうのを今回身に染みて感じました。で正直1日は無理なく僕はできたので、もうちょっと続けてやってみたいなっていう気持ちはありますね。その何日目ぐらいでしんどくなるのかなとか若干気になりますね。もうちょっとムスリムの方の生活に近づいてみたら、また新しいものが見えるかもなって思います。30日間これが普通の生活、もう大学の授業とかを並行してやるってなったら、すごくしんどいことだろうなっていうふうには感じました。ラマタンやってる人は、1ヶ月これを続けるんでやっぱすごいなと思いますね。そうだな、もう少し日本社会全体が、いろいろなバックグラウンドを持つ人たちをにとって、いろんなバックグラウンドを持つ人たちにとって生活しやすい環境になればいいな、そういう環境づくりを私たちが積極的にすることができたらいいなっていうふうに思います。なかなかいい経験になりましたね。これからまた気が向いたらやってみようかなと思います。リフレッシングな体験に、新しい体験になりました。はい、以上で私の断食体験のレポートを終わります。ありがとうございました。以上です、ありがとうございました。はい、では以上です、ありがとうございました。